ネパール共産党統一マルクスレーニン主義派。ネパール共産党統一マルクスレーニン主義派。ネパール共産党統一マルクスレーニン主義は、英語、コミュニストパーティーオブネパールユニファイドマルキスト、レノニスト、ネパール語、ラテン文字転車、ネパールコミュニストパーティーイーキクレットマークスバディ、レノンバディは、ネパールの政党。比較的穏健な共産主義政党。 ネパール政権議会の議席数は第一党であるが、過半数を取る政党がなく、キャスティングボートを握ることもあり、有力な存在である。日本では統一共産党と略称されることが多いが、日本外務省のホームページでは、共産党をんでと表記しており、その他に、統一共産党、おそらくユナイテッド派かユニファイド派のいずれがあるとしている。なお英語略称は、う ネパール語略称はエマレである。元党首は KP シャルマオリ前首相。元書記長のマーダブクマールネパールは2009年5月から2011年2月。元議長、ジャラナートカナールは2011年1月から8月の間、首相を務めた。2008年8月15日の政権議会での主犯指名では、キャスティングボートを握り、プラチャンダ政権を誕生させ、 連立与党になった。8月31日、副首相、バムデーブ・ガウタムを含む6人の閣僚が就任た。しかし、プラチャンダ首相が国軍参謀総長を解任したのに反発し、2009年5月4日、連立折り脱し、翌日、プラチャンダは辞任に追い込まれた。2009年5月23日、ネパール政権議会において、元書記長、 マーダブクマールネパールが22党の支持により、第57代首相に無投票で選出された。統一網派など3党は、投票をボイコットした。なお、ネパールには、共産党系の政党が多く、ネパール共産党連合派ネパール共産党、統一派ネパール共産党、マルクスレーニン主義派など紛らわしい別の党派も、存在するので注意を要する。 1991年、ネパール共産党、マルクス主義派と、ネパール共産党、マルクスレーニン主義派が合同して結成。ジャナーンドラン国民運動の一つの成果と言われている。2002年に、ネパール左派共産党が合流。1993年党大会が開かれ、議長に、マンモハンアディカリ、旧マルクス主義派、初期長に、マダンクマール・バンダリー。 旧マルクス・レーニン主義派が就任する。ところが、間もなく、バンダリは、謎の交通事故、殺人を疑われているで死亡する。公認の初期長には、マーダブ・クマール・ネバール、旧マルクス・レーニン主義派が就任し、アディカリを支えた。1994年に、立憲君主成果で与党として、マンモハン・アディカリ内閣を組織し、王室と共産党政権の共存を果たした。 しかし2回内で少数与党だったので、ネパール会議派と国民民主党により内閣不信任案が可決され、短期で政権が崩壊した。1998年、統一共産党はインドとの条約をめぐって分裂し、サハーナプラダンを党首とし、バムデーブ・ガウタムを初期長として、ネパール共産党、マルクス・レーニン主義派第二期が決された。この党は短期間。 GP コイララ率いるネパール会議派政権に参加した。しかし、両党は、総選挙に大敗し、2002年、マルクス・レーニン主義派と統一共産党は、再統合した。2005年には、統一共産党は、ギャネンドラ国王の独裁に抵抗する七党連合に、参加し、七党連合を呼びもうたく党派と共に2006年の、民主化運動、ロクタントラ・アンドランを指導した。 これにより、国王の実権は奪われ、武装闘争を行っていた、ケハと議会7党による政治が実現し、猛派の武装闘争も収束した。2008年4月10日の政権議会選挙で、マオイストとの選挙協力を断ると、初期長のネパールが落選するなど惨敗を喫し、第三党に転落した。第一党は、大方の予想に反してプラチャンダ率いる毛ト党。 主義派が制したが、過半数は得られず、第2党にはネパール会議派が占めた。統一共産党初期長ネパールは辞任し、暫定的に、アムリトクマール・ボハラが初期長を務めた後、ジャラナート・カナールが初期長に就任した。5月28日、政権議会が招集され、初日の会議で統一共産党を含む圧倒的多数により共和制を宣言し、 正式に240年間続いた王政に終止符を打った。これにより、キャネンドラ国王は退位した。統一共産党はネパール前書記長を一時、初代の大統領に推していたが、連立を模索していた、敬派がこれを認めず、沙汰みとなった。これを、統一共産党は、裏切りと捉え、マデシ人権フォーラムと共に、ネパール会議派の押す。 大統領候補ラームバランヤーダブを支持した。その結果、ヤーダブは当選した。また副大統領にも、統一共産党が支持した、マデシ人権ォーラムのパラマーナンダジャーが当選。そして、政権議会議長には、統一共産党中央委員で、元立法議会議のスバスネムワンが選出された。統一共産党は、議会内で、キャスティングボートを握ったのである。 政治の実権を握る首相の選出については、ヤーダブ大統領が第一党、もう卓党派のプラチャンダ議長に、政党の合意による政権を作る、要期限付きで要請したが、期限までに、政党間の合意が成立せず、政権議会での投票で決めることとなった。議会第一党のケ派と、第二党ネパール会議派が対立する中、統一共産党は、キャスティングボートを利用し、もう派、 統一共産党、マデシ人権フォーラムなどで政権を取ることで、合意、2008年8月25日、政権議会で、プラチャンダ政権を誕生させた。閣僚には次の6人が挙げられた。しかし、8月23日、突然、統一共産党は、内閣ナンバー2のポストを、プラチャンダに要求して6閣僚の就任を保留した。結局、プラチャンダは上保し、 ナンバーにポストをケハのバーブラームバッタライ財務省からバムデーブ・ガウタム内省に変更し、ガウタムを内省兼副首相に指名した。統一共産党は政権に復帰し、六大臣は8月31日正式に就任した。統一共産党のキャスティングボートの力学にケハが屈した形となった。2009年2月16日からブトワルで第8回闘争会が開催された。 この総会では空席となっていた議長を選出するということで注目を集めた。議長には初期長のジャラナート・カナール、前初期長のマーダブ・クマール・ネパール、有力幹部の KP ・シャルマオリが立候補を表明したが、ネパールはオリ支持に回り、カナールとオリの一騎打ちとなった。選挙の結果、2月24日、カナールの当選が明らかになった。 ハンマオイストの檻が破れたことにより、毛派との連立政権は当面維持される模様となった。なお、新たな初期長には、イーシュワルポクレル、副議長には、アショク、ライ、バムデブ、ガウタム、ビティア・デビー・バンダリーが選出された。二0九年五月三日、プラチャンダ首相が、一方的に、国軍政府組のトップルークマングドカとある、陸軍参謀総長を解任したことに反発して、 統一共産党は連立を離脱した。同日、UI 党も連立を離脱し、正式決定はしなかったもののまでシ人権フォーラムも大勢が連立離脱の方向を示した。過半数を持たない第一党統一網派は議会内で孤立し、5月4日、プラチャンダ首相は辞任に追い込まれた。5月23日、統一共産党、ネパール会議派。 マデシ人権フォーラムなど22党の指示により、元初期長、マーダブ・クマール・ネパールが、後継首相に選出された。統一共産党出身の首相は、マンモハン・アディカリ以来二人目である。これにより、第一党、統一モーハワ野党に転じた。副首相には、マデシ人権フォーラムのビジャヤ・クマール・ガッチャダール。外相にはネパール会議派のスジャータ・コイララ。国防省には、 統一共産党のビディア、デビー・バンダリーが就任している。2015年10月11日、政権議会における首相選挙で、KP シャルマオリが前職のスシルコイララを破り、翌12日首相に就任したが、2016年7月24日、オリは議会で首相不信任決議案が採択されるに首相を辞任する意向を表明した。8月3日、 統一毛派のプラチャンダが首相に再任し、統一共産党は政権を明け渡した。では、第一党となり、2018年2月15日に、党首のリが2度目の首相へ就任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。